皆さんこんにちは、おじゃるです。今回の動画はですね、フォルダとファイルのことであったりとか、あとはブックシートセル、アクティブセル、セルバンチといった Excel の中で絶対使われる用語というものを説明していきたいと思います。ちなみに何も知識がない人がセルとか聞いても、何それわかんないよ、アレルギーでそうって絶対なると思うんですけれども、この動画を見れば、まあ、ある程度内容もわかるようになって、今後の Excel の操作には絶対使えるようなものになってくると思うので、ぜひ最後まで見ていってください。で、前回の動画の起動する方法だったり保存方法などに関しましては、ここの右上をクリックしていただくか、下の概要欄の方から見ることができますので、そちらから確認してみてください。では早速やっていきましょう。はい、ということで、まず最初にフォルダーとファイルということなんですけども、これに関しましては Excel だけじゃなくて、Word だったり PowerPoint だったり他のアプリケーションなんかでも絶対に使ってくるものになりますので、必ず覚えてください。で、まずはここの Explorer というものをクリックで開いてもらいます。そうすると、前回の動画で作成したこの Excel 操作方法1というものがあります。これをポチポチっと押すと、前回の使った Excel ファイルというものが開かれるんですけれども、この保存したものをファイルと言います。今回使っていくのはこの ② というもので、こちらもファイルとなっております。で、ファイルというのは何かと言いますと、すごく簡単に言うとノートですね。学校の授業なんかで国語のノート、算数のノート、理科のノートなんていう風に科目別に分けてったと思うんですけれども、そんなイメージをしていただければいいかなと思います。で、続いてフォルダーについてなんですけれども、フォルダーというものは一言で言うとカバンのようなものになっていきます。例えばこの Excel 操作方法というカバンの中には、この Excel 操作方法という国語だったり算数といったファイルが入れてあるといった感じで、例えばこっちのファイルという他のこちらのフォルダーには、例えば僕がいつも仕事で使っているようないろんなファイルが入っているといった感じになります。なので、まあ、フォルダーに関しましては一言で言うとカバンというイメージを持っていただければいいのかなと思います。で、このフォルダーの作り方に関してはいくつかあるんですけれども、簡単な方法2つ紹介します。1つがマウスの右クリックを押して、そうするとこんな感じの画面が出てくるので、この新規作成というところにマウスのカーソルを合わせてフォルダーをクリックします。そうするとこのようにフォルダーが表示されます。で、もう1個なんですけれども、もう1個はショートカットでコントロールとシフトと N、 これを押すとこんな感じに一瞬でフォルダーが作成できます。で、フォルダーの作成をしておくと、自分の業務でいろいろと任されるようになると思うんですけれども、その住み分けがすごく簡単にできると思うので、ぜひフォルダーを作成してそれぞれのファイルに格納していくということをできるようになることをお勧めします。はい、で、フォルダーについてちょっと僕なりの使い方っていうのを紹介できたらなと思います。僕は仕事の時ですとこんな感じに業務の中のフォルダを分けていてですね、日時の業務、毎日やるところはここで、週次はここ、月次はここ、年次はここ、他はここといったように、毎日やらなきゃいけないところだったり毎週やらなきゃいけないっていうのをもう一目で分かるようにしておいてですね、すぐに対応できるようにするっていう風にしています。ここでわざわざ今日は何かして、今週はこれをしてっていうのを考えるために頭のリソースを使ってしまうと結構時間の無駄だったり、あとは考える力がどうしても減ってしまったりするので、僕はこんな感じでやってるので、もし特にルールを決めてない方はこのような形で日時週次とつけていくのをおすすめします。はい、続いてブックとシートとセルについて解説していきます。で、まずはブックからなんですけれども、ブックって何ぞやと言われますと、ファイルのことです。さっき説明したファイルのことですね。で、ここで皆さんが思うのは、おそらくなぜファイルとブックっていう名前を2つつけてるのに物としては一緒なのかっていうところだと思うんですけれども、これに関してはマクロという Excel の自動化を行う
ものがあるんですけれども、そちらでブックという名前を使って操作していくことがあるので、そこからブックという名前がついていて、ファイルというのは Excel の中での用語ではなくて、まあ、パソコンの用語といいますか、もっと広域なものの中の用語というふうになってくるので、ちょっとここの住み分けは難しいかもしれないんですけれども、用語として覚えていただけるといいかなと思います。はい、で続いてはシートですね。シートというのが何かというと、ここの左下に表示されているもので、シート1で、ここのシート2をクリックすると違うところに移動する、シート3を押すとまた違うところに移動するといったように、これはノートで表現するところの1ページ目、2ページ目、3ページ目といったものになります。でこのシートというところはとプラスを押すことで追加することができるんですけれども、例えばシート1のところでは費用の計算をしたかった、そしてシート2のところでは利益の計算をしたかったといったように、住み分けをすることで誰が見ても分かりやすくすることができるといったところで、シートは分けられるなどの使い方があります。詳しい使い方については別途紹介しようかと思いますので、ぜひそちらを参考にしてみてください。はい、続いてセルというものなんですけれども、今この見ている画面があると思うんですね。でこの四角い枠があると思うんですけれども、この一つ一つをセルと言います。なのでここもセル、ここもセル、ここもセルで、ここもセルといったように、セルの集まりがシートとなっています。そしてシートのこの集まりが一つのブックといった形になっています。はい、続いてはアクティブセルについてです。アクティブセルとは何ぞやというと、緑で囲われているセルのことですね。で、まあ、アクティブセルを言葉として覚えてくださいって言われた時に、もちろん便利なんですけれども、まあ、このアクティブセルって言葉がある一番の理由っていうのは、 VBA っていう Excel の自動化の時に、ここのアクティブセルを何か操作してくださいといった指示を出すためにあるものなんですね。なのでまあ一応覚えておくと便利かなといった具合で、今すぐ覚えなきゃいけない言葉ではないので、アレルギー出そうな人はここは飛ばしちゃって OK です。はい、続いてはセル番地について解説していこうと思います。セル番地というのは一言で表すと、このセルのシートの中の住所を表しています。例えばこのあと書いてあるところ、ここを押してくださいって言われた時に、こうセル番地で伝えればすぐにわかると思うんですよ。今だったらあが入ってるでいいんですけど、例えば右下押してよって言われた時に、ここかもしれないしここかもしれないといったミスをなくすために、こうセル番地っていう住所があります。でセル番地というのは、どこで確認できるかっていうと、ここの左上の B2 と書いてあるところですね。この B2 と書いてあるのが、このあの入っているセルを表しています。で、まあ、B2 とか、あとここの5555で書いてある、ここは D2 というふうに表すんですけれども、多分最初の方を見ていると B2、D2、A の1とかっていうふうにこんがらがっちゃうと思うんですね。でそのためにここの列に ABCDEFG っていうものが入っていたり、あとは行にも1234567 といったふうに数字が入っているので、ここを参考にして、例えば E の5を選択してって言われたら、 E の12345、あここだなっていうふうに見ながら操作していけばいいのかなと思います。でセル番地を覚えることによって、先輩からの指示だったり、あとは何か教えてもらうといった時にすぐにこう操作ができるようになっていくっていうメリットがあったりとか、あとはまあマクロの方ですね。結局マクロの方っていうのが大きいところになると思うんですけれども、F の11を操作してといった指示をすぐにできるということがありますので、このセル番地というのは、初心者でも絶対に覚えておくべき用語なのかなと思います。はい、いかがだったでしょうか。今回はと Excel の中でも基礎中の基礎の用語の方を解説していきました。もちろんこう業務の中で絶対使うかと言われたら、アクティブセルって意外と聞き慣れない言葉なのかなと思ったりもするんですけれども、まあ、用語を一つ一つ知っていることで、この Excel に対するアレルギーというのがだいぶなくなるかと思いますので、ぜひここら辺の用語を少しずつ覚えていきながら、操作していけたらいいのかなと思います。はい、次の動画
動画に関してもまた用語の方を解説していきたいと思うので、ぜひグッドボタンとチャンネル登録、また通知をオンにして待っていてくださると嬉しいです。バイバイ。